材料です。中華大の玉ねぎ、2つぐらいみじん切りにして、もう1つはスライスって感じですかね。人参、冷蔵庫にあった分2.5、ピーマン3つ、しめじにカットトマト楽でいいですね。2つぐらいで、鶏もも肉1キロぐらいです。で、終わりました。人参乱切り、玉ねぎみじん切りとスライス、ピーマンは細切りみたいな、まあ輪切りみたいな、肉適当、はい、しめじで、これから炒めていきます。